どうも、サラリーマンホームトレーニーのサラマッチョです。家でも絶対に花粉は吸わない、そんな完璧主義者の私なんですけども、最近ちょっと肩のフロントの部分を痛めてまして、このプレス系の種目があまり思いっきりできないんですよね。で、私はですね、押してダメなら引いてみろということで、今日はトップサイドデッドリフト、これをやっていこうと思います。やはりですね、男女の関係においても、仕事で相手先との営業においても、押してダメなら引いてみる、これは非常に大切なことだと思います。なので本日は思いっきり押せない状況にあるこの私、力の限り引いていきます。やりますよ。はい、準備ができました。これ今100キロなんですけども、どん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 重量を上げていけるとこまでいきます。これ今175キロなんですけども、見ての通りですね、見えるかどうかわかんないですけど、もうシャフトが長さがないんですよね、これ以上。ですので今この家ではこれ以上つけれません。なのでこの175キロが、最大の重量になります。なのでこれを限界まで引っ張り切りましょう。トップサイドデッドリフト終わりました。本当であればその床から引っ張るデッドリフトですかね、あれもやりたいんですけども、あれをやっちゃうと私すぐに腰を痛くしてしまうということがありますので、最近はこのトップサイドデッドリフトで我慢をしております。で、今日175キロで10回ぐらいでしたかね、回数は。で、もう少しできそうな感じはあったんですけども、握力の方がもう持たなかったですね。このリストストラップですか、これをつけてたんですけども、これをつけていてもなんか徐々にこうずれていくみたいな、そういう感じがありましたので、そうですね、もう少し違ったリストストラップを使ってみるか、もっともっと強く握らないといけないかと、そういう感じもしました。では
花粉症もしんどいので、今日はこの辺でお別れしたいと思います。それでは本日もありがとうございました。いやー、花粉は筋肉ではどうにもならない。